はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。本日は GAA 2日目でございます。昨日の初日はね、無事にオール20で全勝を飾ることができました。ということで本日もね、全勝を狙って戦っていきたいなと思います。で、昨日は最終順位が動画内だと772だったんですけど、最終的なデイリーランキングは978でございました。1000以内でしたね。まあいい感じの滑り出しなのではないでしょうか。はい、ではね、本日初戦戦っていこうと思います。というわけでこちらが初戦のお相手さんです。はい、2日目ね、さすが強いお相手さんとのマッチングでございます。やはり初日とは違いますね。戦闘力が8万9万7万8000、約8万ですね。で、メンツなんですが、ラウンド1、非常に強力ですね。超越が3体います。フェネクス、ナブロスカイ、HWS、ナイチンゲール。で、星6で、スノホはビオコンとね、非常にしっかりした編成ですね。で、モビルアーマーエルメスと。まあ、ここが一番の難所になるかなと思います。で、ラウンド2。まあ、ここが一番ね、戦闘力が高いんですが、トラバー、そしてフェニックス、ということで、燃焼編成ですかね。で、残りは、結晶、サラ、天気らと、ね、防衛、回復といった感じで守っていくといった感じですね。で、モビルアーマー、ドッコーラと。まあ、ここも攻撃と。まあ、ここはしっかり燃焼を防いで戦っていくといった感じになりそうですね。で、最後、ラウンド3なんですが、ここは僕の防衛パーティーと全く同じメダルシリーズ、オールメダルシリーズでございます。で、まあ、モビルアーマーだけが違うといった感じですね。なので、モビルアーマーの違い、そして、あとはパイロットの違いで勝敗を決するといった感じになるかなと思います。それではね、編成の方、行ってみましょう。はい、というわけで、パーティー1でございます。そうそう、相手はね、非常に強力な編成なんですけども、パリはないんですよね。その点で、こちらの方に部があるかなと思っております。はい、なので、こちら、ストフリ、据えております。で、ビヨンド・クアンタ、そして、インジャで、EN 妨害を与えていき、こちらの方がね、先に必殺を発動させたいところなんですが、まあ、相手、その方は、ナイチンいるので、ね、EN チャージ、EN ゲージ回復あるので、まあ、どうなるかな。まあ、こちらもね、ナイチン入れております。で、火力担当は、ビオクア、そして、デスティニーですね。で、デスティニーの必殺は、追撃が刺さります。ね、相手、ビオコーンが、ビーム、防御バフをかけてくるので、はい。で、相手のビオコーンのパイロットがビヨンドベルリなんですよね。で、こちら EN 負荷対策はできていないという。覚醒板子をそのためだけに入れるのもなぁといった感じで、あとビオコーンは、こちらのビオコーンは今回ね、パーティー2に入れたかったんですよね。はい、なのでそこはね、まあこちら EN ダメージ与えていくので、まあ、どっこいどっこいよりもこちらの方が EN 妨害系では有利かなと。で、相手、ダブルスカイ、HWS の必殺技が、回復タイプへの追撃ではなく、実弾防御バフ、そして実弾ダメージ軽減、無効追撃だったので、その辺の機体は一切入れておりません。はい、そうですね。そこを防ぐために、まあ、ビオコーン入れられなかったといった感じですね。あと、覚醒板子も。はい。なので、まあ、この編成がベストかなと思っております。で、まあ、相手エルメス出てきてもおそらくビオクアデスティニーでダメージ与えていけるんじゃないかなと考えております。はい、ではこれでいきます。ではパーティー2いきましょう。はい、というわけでこちらなんですが、100式編成を持ってきましたね。初手ひるみ、移動負荷、ノックバックを入れていって、まあ有利にね、試合を進めていこうといった感じでございます。で、相手決勝、エース必殺のスリープ、そして、ね、相手、燃焼編成なので、まあ、しっかりね、そこもビオコーンで、ね、スリープ、そして燃焼をビオコーンで防いでいくといった感じです。ただ、ビオコーンを入れることで、相手のね、ドッコーラの追撃が入る
ていうのが一抹の不安でございます。でまあ相手と同じくね、こちらもドッコーラを入れております。で結晶がいるのでね、こちらも追撃を入れることができます。で天キラも相手と同じですね。まあね、先に必殺を打ちたいといった感じです。まあこちらは燃焼ね、トラバーの燃焼がもろにね刺さると思うので、まあサラがね、サラが状態上回復するんですけども、まあうまく燃やし続けていければと。あとは百式の火力ですね。まあちょっと怖いのがフェニックスエース必殺ですね。ただまあフェニックスの位置が4番目なのでね、1番目とか3番目よりは怖くないかなといった印象を持っております。はい、まあおそらく戦闘力ね、こちらの方が低い感じですけども、おそらく大丈夫かなと、うまく百式攻めがねハマるかなと思っているんですが、どうなるか。ではパーティー3行きましょう。はい、というわけでこちらは全くお相手さんと同じオールメダル対決でございます。唯一ねモビルアーマーだけが違うと、相手ビグラング、こちらエルメスといった、どうなのかな、モビルアーマーの違い、ビグラングの方がいいのかな、まあどうなるか、ちょっとね、まあ実験的な試合になりそうですね。パイロットが、ね、こっちは、そう、あの、防衛パーティーを紹介したときはね、00系にしていたんですけども、そこを変えて、あのウィング系にしました。ヒーローのビーム攻撃のバフを、あの、それぞれ、ね、あの、ミリアルド、そして別のヒーロー。で、もう一人ね、あのメダルライザーのパイロットをカトルにしているので、その辺に全てビーム攻撃のバフがかかっていくといった仕様にしております。まあ、メダルルプスだけドモを乗せております。はい。まあ、どうなるかな、ここはわかんない。来ないでほしい。では、行きましょう。で、どこにバフをかけていくかなんですが、まあ、1と2のどっちかなんですけど、まあ、今回は、1。お相手さんと同じく1ですかね。まあ、1にかけることで、2の戦闘力が少しね、差が出てしまうんですけども、まあ、2はかけなくてもいけると信じて、1をね、しっかり勝っていきたいなと思います。はい。で、まあ、パイロットはね、こんな感じで。で、2のパイロットなんですけど、ベルリ、そしてアスランの EN 負荷を2人入れております。ダブ、ね、ダブで EN 負荷をかけていくといった感じでございます。それでは、本日初戦戦っていこうと思います。今日もまたね、全勝で終わりたいな。どうなるか見ていきましょう。では、ガンダムファイト、レディーゴー。さあ、始まります。まあ、こっちはね、パリーがあるので、ね、そこで有利かなと思うんですが、どうでしょう。まあでもパリあっても相手はしっかり当ててくるのかな。いや、ちょっとスト振りが、前衛一体スト振りはきつかったか。ビグランクお願い、早く。ダメージ、あんまり入っていないか、今、尾翼一撃。さあ、内陣。で、一気に攻勢を仕掛ける。さあ、ディスティニーがループに入りましたか。ね。なんだかんだまだスト振り落ちていない。で、なんか落とした？今落としましたかね？よし。よし。OK。OK 牧場。来ました。スノーフは落としたらもう勝ちでしょう。あとは、ダブルオスカイ。よし。内地も落とした。では、チュドン。あ、でも、当たっていない？どうだ？ああ、よかった。最後は、必中フィニッシュでございました。いや、ちょっとね、最初、ストフリーが削られてびっくりしましたが、はい、まあデスティニー、そしてビオクアの2枚看板がねやってのけましたね。はい、まあ相手はほとんどちょっとね、ダブロスカイがね火を吹きかけた感じですけども、スノーファーはまあ抑えた方ですね。はい、まあそこはインジャかな、インジャがよくやってくれたのかな。はい、
で、エルメスは結局出ていない？出てないですかね。はい。エルメスが出ていたらちょっとね、やばかったかな。はい。ということで、なんとか勝利を収めることができました。それでは、ラウンド2も勝っていきたいな。では、行きましょう。さあ、百式いきます。初手、ひるみ。ああ、でも、相手のトラバーのノックバック、こっちも入ったな。いやー、ちょっと予定が狂った。どうなるかな。まあ、こちら今 EL 負荷タイムを入れているはず。そしてドッコーラ先に仕掛ける。で、ゴッド、どうだ、燃やす。よし、一回点火すれば、ね、ドッコーラと合わせて大ダメ。ああ、向こうもドッコーラ出ているな。あ、でも OK です。 OK 牧場来ました。素晴らしい、グッド。さあ、シスグッド。はい、よし、タイムポイントも7。おー、ドッコーラすごい。ドッコーラ入れて正解だった。44万。来ましたね。トラバーはそんなに燃焼していませんでしたね。ほぼドッコーラ。ドッコーラゲー。いやー、久しぶりにこんなにドッコーラが輝きましたね。はい。ということで、無事に2-0でいけました。はい、本日は2586位からのスタートでございます。まあ、ここからどこまで上げることができるのか。まあ、とりあえず、理想の2-0発進ができたので、この後もね、2戦目、3戦目も2-0で勝っていけたらなと思います。それでは、本日2戦目のお相手さんです。戦闘力的には、初戦の方の方が断然ね、高かったんですが、編成的にはこちらの方の方が難易度がかなり上かなと。ね。ラウンド1、メダルライザー編成でございます。ついに来ましたか。早くも来ましたか。で、メダルライザー星4ですし、で、超越がね、3体、ストフリ、サラ、スノホアと1000級の機体が3体超越。で、メイちゃんも星6と。で、モビラーマンしっかりベータージール。完璧なまでのメダルライザー編成ですね。いやー、ここ厳しいな。なんとか考えてはいきますが、どうなるか。厳しい。で、ラウンド2。ここもね、SR。超越 SR。そして、超越、排入 HWS。で、さらにビオコーンとね、排入、ビオコーンと状態上無効機体が2機体入っていると。かなり鉄壁ですね。で、覚醒バーンシー、ナイチンゲールと。まあ、ビッグラングだけ、適性がね、悪いというのがこちらに味方してくれたらなといった感じでございます。はい、まあ、勝てそうなのは1よりも2かな。で、3まで行けば勝ちです。ここはもう勝ち確です。ね、見てわかるかと思いますが、ね、バージョンも上がりきっていなかったり、ね、パイロットが乗っていなかったり、ね、星の数でもこちらの方がね、上だったりと。戦闘力もかなり開きがあります。まあ、唯一怖いのが、最高ガンダムマーク2。ね、ビームダメージブロックを持っております。しかも星5ですね。うん、ここだけですね。それ以外は、モビラーマン以外はもう、こちらがもう勝ち確といった感じなので、まあ、なんとか1、2のどちらか勝って、で、3につなげたいといったプランを想定しております。それでは、編成の方行きましょう。はい、というわけでパーティー1でございます。同じくメダルライザー編成で挑むことにしました。まあ、僕メダルライザーね、依然初心者なんですけども、前回のグランダリナ EX で1回使って以来ですね。なので、ハマるかどうか本当にわかんない。とりあえず真似てみました。うん、相手のメダルライザーに勝つにはこちらをメダルライザーで行くしかないかなと。で、ストフリー同じ。で、まあ、PFD、ね、相手起動回避、バフかかるので、まあ、追撃をね、入れたいところ。で、肝は陰者ですね。陰者でなんとか、相手に必殺を打たせないように、でこちらの方が先に、打てるように、妨害していこうかなと。で、テンキラーで EN ゲージ回復で必殺をね、早く打てたらなといった感じで、で、モビルアーマーがデストロイガンダム。ね、僕の持っているモビルアーマーで、最速の、チャージ数3でございます。
ベータージールね、そろそろ召喚しとかないといけませんね。まあ、デストロイ。以上星5ですし、シリーズボーナスもありますし、なんとかね、やってくれたらなと思っております。まあ、メダルライザーの EX を発動させるためです。で、まあ、相手なんですけど、スノーフォアがいるんですよね。まあ、EN チャージをどこまで忍者で抑えることができるか。あとは、サラも EN 回復上昇があるのか。ね、なので、妨害しても、相手の方が先っていう可能性もあります。で、本当はね、ビヨンドクアンタもね、入れたかった。入れてもよかったんですけども、当たらない可能性もありまして、EN ダメージが。なので、ビオクアよりはテンキラかなと思いました。はい、まあ、この選択がどう転ぶかなんですけど。で、相手ね、メダルライザー、早く落としたいんですけど、分身があるんですよね。で、こっち特に必中機体入れてないですし、いないですし、おそらく先に落とすことができそうなのはストフリかな。BFD でね。まあ、どうなるか見ていきましょう。ちょっと負け予想の方が強いです。はい。では、ラウンド2、パーティー2行きましょう。はい。というわけでこちらなんですが、相手ね、状態上無効機体が2機体もいるんですよね。なので、本来なら、トラバは入れるべきじゃない。けども、百式と組み合わせることで、おそらく、燃焼が刺さります。これはね、ご存知ない方はね、よくチェックしておいたらよろしいと思うんですけども、この隊列、この配列の場合は、百式の初手ひるみが刺さります。おそらく。配入 HWS は、どの順番でも、先頭にいても、百式の方が初手ひるみ早いです。で、ビオコーンの場合は、先頭だったら、状態上無効をされてしまうんですけども、2番目もかな。ただ、3番目以降だと、多分、百式の初手ひるみが入ります。なので、状態上無効、相手ね、2機体いますけども、両方とも発動、させません。で、その流れで、ね、移動負荷ノックバックでうまくね動きを抑えて、でトラバーの燃焼で燃やしていくといったプランでございます。で、今回ね、相手の SR が必殺技なんですけど、エース必殺の方なんですよね。最新のアリーナで戦ったことがあるんですけども、エース必殺の方が戦いやすい。はい。エース必殺は、ビーム防御バフ、実弾防御バフ追撃なんですけども、それよりも、通常必殺のビーム攻撃バフ、実弾攻撃バフ追撃の方が正直怖いですね。なので、そう、攻撃機体を入れることができるんですよね。なので、百式攻めができるといった感じでございます。ね、もしSR の必殺が通常だったら、またプランが変わるんですけど、ね、防衛機体を入れて、といった感じになるんですが、なので、おそらくこの百式攻めが、ハマると思っております。ただ、まあ、どうなるか、まあね、相手、硬そうな感じはしますので、まあ、燃焼を早く、付与して燃やし尽くすことができなければ負けですね。先に一度、ね、状態上無効がない状態の時にうまく転化すれば勝ちかなと思います。はい。で、あとは、なんだ。まあ、ドッグオーラね。先ほどみたいなドッグオーラゲーに、ね、なってほしいなと、相手ビオコーンがいるので、うまく追撃がね、刺さるかなと思います。相手パーリーはないんですよね。パーリーはないので、そこは戦いやすいかなと。はい。どうなるか見ていきましょう。では最後、パーティー3、いきます。はい。というわけで、こちらはもう勝ちですね。戦闘力を見ても3万近く開きがあります。なので、まあ、ここはもう特に解説することなく、唯一ケアしないといけないのがサイコガンダムマーク2のビームダメージブロックになるんですけど、このダメブロはね、全体への付与ではなく、自身単体への付与なので、まあ何も考えることなく前の5体は落とすことができます。で、サイコへのダメージ、
なんですが、まあこちらね、メダルガンダム、メダルユニコーン、まあビームメインであるんですが、実弾属性の武器も持っておりますし、で、メダルルプスは実弾ですし、で、F91 がね、まあこいつだけビーム、完全ビームなので、ダメージは与えられないんですけども、残るバンシー、こちらもビーム実弾属性なので、で、必殺のね、実弾伴っているので、まあそんなに気にすることはなく、サイコガンダムも削っていくことができるんじゃないかなと思っております。まあ、防御に関しては、エルメスがいるので大丈夫かなと思っております。それではね、ラウンド3になんとかつなげられるように、1と2、どちらか一つでもね、ものにできたらなと思います。行きましょう。で、今回のバフなんですが、1と2どっちにかけるか、より確実にね、一つをものにするなら、2なんですけども、1にもね、希望を持ちたいので、相手も1にかけてますよね、バフ。なので、同じく1ですかね。ここでも勝てるかもしれないという望みを持って戦っていきたいです。本当にね、メダルライザー編成は初心者なので、どうなるかわかりません。はい。で、まあ、1落としても、2で。まあ、バフかけずとも、100式攻めがハマればいけると思うんですけど、どうでしょうね。で、まあ、なんとかね、1、2どちらか、1つ勝って、3に繋げて、3、勝ち確でいけたらなと思います。今のところ、オール2-0で来ておりますが、ここはね、2-1プランですね。では、ね。まあ、パイロットはこんな感じでございます。ラウンド3のパイロットなんですが、さっきはウィングシリーズで統一していたんですけども、今回は00シリーズに変えております。はい。それではね、行きましょう。ガンダムファイト、レディーゴー。それでは、運命の一戦、スタートです。どうなるか、先に必殺を打たせてほしい。いけるか、頑張れ、忍者。頑張れ、忍者。どうかな、よし。まずはこちらか、こちらいけた。ああメダルライザーが落ちちゃった。ああ、これはダメだ。うわー、マジか。メダルライザーが落ちるとはね。そうかそうか、僕星3なんですよね。そうだった。お、どうか。そういえば、あとは PFD のダメージブロックに希望を持ちたいがパリってますね。いやー、辛い。ガランシェルが落ちる。まあ、PFD はね、落ちそうにないんですが、あ、落とせた。どうだ、ループ、間に合え。間に合え。どうだ、回復。なんだかんだまだデストロイ生きてる。あ、落ちちゃった。いや、意外と PFD、PFD。PFD、PFD、いける？おし、あ、頑張れ。お、お、お、やった。神。神 FD、やば。やばい。これは、熱い。これは熱い。すげえ。PFD、うわー、そういうことか。ダメージブロック、刺さりますね。うおー、全滅。ほぼ全滅でしたが、PFD のみ生き残るという。最後ちょろっとね、ちょろっとというか半分削られておりましたが、まさかの、まさかの PFD ゲー。ここまでやってくれるとは思っておりませんでした。そうそうそう。そう。もしね、メダルライザーね、が決まらなくても PFD のダメージブロックが通用するのかどうか、っていうのがワンチャンあったんですよね。通用すれば生き残ると。ただね、他の機体はどんどん削られていくとは思っていたんですけども、いやー、スノーフォアに競り勝ちましたね。そして全員を始末した。素晴らしい、最高。今回のサムネはこいつですね。決まりです。いやー、 PFD やってくれましたね。89万9899、899899、数字もいい。いやー、ほんと神様、いましたね。
さあ、百式お願いします。初手ひるみ、どうだ、入ってどうかな。排入が縛られてないですね。ちょっと怖い。美容コーンはうまく縛り付けることができたと思う。排入をどうにかやばい、トラバーが落ちる。そうか、今回こっちパリないからトラバー落ちやすいのか。しかしどうだ、ドッコーラ、あ、結構削れた。ドッコーラゲーか、今回もドッコーラゲーなのか。チョイサー、よし、やったやった、ドッコーラでしたねトラバーでなくドッコーラ、クリアタイムも早かった。おう、まあでもそんなに、うわ、排入やべやべえ、28万も出してた。ドッコーラゲーだったんですけど、霞みますね。ドッコーラが霞むくらい排入がダメージを出しておりますが、なんとか生き残ることができました。3体。ね。で、今回また、ドッコーラやってくれました。トラバーダメだったね。そうか、トラバー。そうか。落とされましたね。まあいいや。今回はドッコーラの日。今日はドッコーラの日ということで、来ました2-0。あ、PFD やってくれましたね。本当にあのラウンド1の PFD ゲーが全てだったかなと思います。よかったラウンド3、まあラウンド3行けてても勝ってたと思うんですが、 2-0 で勝てたので奇跡と言ってもいいかもしれません。 ありがとうございます。はい、ということで2342、初戦からねちょっと時間を空けて戦っているのであんまりね順位の方上がっておりませんが、次はね続けてやっていきます。はい、いや2-0いけましたね。うん、まあやっぱりね編成はしっかり考えると結果がついてくるといった感じです。いや PFD やべえな、本当に PFD はねあの時に神降臨させておいてよかったですね。まああのメダルライザー対策の参考にももしかしたらなったかもしれませんね。はい、それでは本日最終戦やっていきたいと思います。それでは本日最終戦のお相手さんです。戦闘力的にはねさっきの方よりもかなり高くなって、まあ初戦の方と同じぐらいですかね。ただやはり2戦目のあのラウンド1ラウンド2の編成ほど苦労はしないかなと思います。相手1も2もパリいないので、はい、まあラウンド1はケアするべきはエルスクアンタですね。こいつをケアすれば大丈夫かなと。で、ラウンド2は、ここはね、非常に考えられているんですよね。バルバトス最終決戦の必中が、万能型支援型追撃。で、その後ろのフミナの必中が、攻撃妨害回復追撃。ね。すべてに追撃が入ると。あ、防衛以外ね。なので、防衛を置くことが重要かなと。ただ防衛を置いたら大抵防衛型ってあのビーム防御バフがあるのでね、ドッコーラの追撃が入ってくると非常に考えられております。なのでここはねそういったところをうまくケアして編成を組まないといけませんね。でラウンド3なんですが、まあここはメダルシリーズ、ほぼメダルシリーズにメタスといった感じでエルメス、まあ僕と、まあ、似たような感じですね。うん、おそらくこの編成に近い感じでいくかなと思います。では行きましょうか。はい、というわけでパーティー1はこんな感じにしました。相手はねあのエルスはいるんですけども、パリはないのでね、そこがやはりこちらの方に分があるかなとね。ストフリでしっかりパリを全体にかけて、でここにねゼロカスを入れました。ボーナスはないんですけども、ゼロカスでさらにね起動回避を高めていこうかなと。そうすることでおそらく相手のエルスの攻撃は特に必中でもないですし、軌道もね、そんなに高くないと思うので、当たらなくなるかなと。で、こちらもエルスを入れて、こちらのエルスの攻撃はうまくヒットさせていこうかなと。まあ相手ね、ナイチンがいて、クリティカル無効なんですけども、そこはストフリがクリティカル無効解除持っているので、まあうまく刺さるかなと。まあ相手の覚醒バンシーがね、今回エース必殺ではなく、通常必殺で、まあ、軽減、ダメージ軽減があるので、そんなにね、一気に落とすことができるかわかりませんが、まあ、ダメージは結構入るかなと思います。
あと相手ムーンガンダムがいるんですよね。ムーンガンダムはまあ基本デバフ機体といった印象なので、能力低下向こうのナイチンがいれば大丈夫かなといった感じです。で、相手ガデラーザね、 EL ダメージしてくるんですが、おそらくパリで食らうことはないかなと思っております。で、こちらモビルアーマービグラングといった感じですね。はい、ではまあここは大丈夫かなと思います。ではラウンド2パーティー2行きましょう。はい、でこちらなんですが、ここはね、ビオクア、そして忍者で家の妨害を与えていく感じでございます。まあボーナスはねないんですけども、相手家の対策、家の妨害対策できていないのでかなり刺さるかなと。で、覚醒番士は特に相手 EN 妨害をしてくる機体ないんですが、ね、さっきも少し触れましたが、防衛機体を、ね、結晶とか、あとは、例えばビヨンドユニコーンとか入れると、防御バフ、瓶防御バフがかかってくるので、ドッコーラのね、追撃対象になってしまうので、そこを避けるために、覚醒番士の軽減の方を優先しました。で、フミナは、結晶にはね、エース必殺刺さらないんですけど、結晶のエース必殺のスリープ、の対策ね、スリープ耐性不要で入れております。あとはあの後ろのバルバトスループスレクス最終決戦、こちらのまあノックバック対策ですね、スーパーアーマーで、あとはまあ結晶をね、あのうまく落としたら、あとはサラ、ループスレクス、そしてその後ろのバルバトスに必中が刺さるので、はい、かなり優秀ですね、フミナ。はい、で、マグナムは、まあ、光栄パリ、覚醒番士以外にパリがかかります。と、相手にサラがいるので、EN 回復上昇追撃が、ね、300% 入ります。といった感じですね。で、ドッコーラ対決。で、こちらのドッコーラは、ね、相手結晶がいるので、ミンボゲバフ追撃が入りますといった感じでございます。ここも、おそらく、大丈夫かなと思っております。では、パーティー3行きましょう。はい、ということで、ここなんですが、完全に相手と同じにしました。まあ、ここに来ないとは思っているんですけども、まあ、来た場合はどうなるか、本当にね、面白い試みでございます。まあ、戦闘力はこっちの方が若干ね、2500高いので、まあ、戦闘力的には勝てるんですけども、まあ、あとはパイロットが違うのがどう影響するかですね。まあ、こちらはまたダブローシリーズ、さっきダブローシリーズのパイロットだったんですけども、ウィングシリーズに戻しました。で、メダルループスのみドボンといった感じでございます。では、行きましょうか。そうか。戦艦が違いますね。戦艦一緒にしましょう。はい。戦艦そんなに考えてなかったな、今回。はい、なので、こっち、相手と同じアウドムラにして、こっちを、はい、エターナルで行きたいと思います。では、行きましょう。で、バフなんですけども、まあ、相手と同じ、ラウンド1でいいかな。ただ、ラウンド2、バフかけなかったら、戦闘力1万ぐらい違うんですよね。まあ、でも、おそらく、戦闘力的には下がっても大丈夫と思っております。はい、なので、まあ、相手と同じく、1にかけていきたいと思います。それでは、ね、まあ、パイロットはこんな感じで、はい。ではね、本日最終戦、2-0 で勝って締めくくりたいと思います。では、ガンダムファイト、レディーゴー。さあ、始まります。エルス対決。さあ、どうだ。どちらのエルスが先に必殺を打つことができるか。たとえ先に撃たれたとしても、こちらパリがあるので大丈夫なはず。では、おそらく、一気に行きます。あ、でも、そんなに。さあ、どうだ。まあ、ゼロカスもね、かなりダメージを出してくれるでしょう。ボーナスはないですけども。おー、エルス、連発しておりますね。どうかな。当たってますか。当たってるけど、そんなに、ダメージはまだ入っていないかな。よし。一斉射撃行きましょう。まあ、こちらもパリで完全に守られて、あっと、ビグラングか。ビグラングが落ちた。マジか。え、なんでビグラングが落ちたんだ。ビグラングがパリで守られていないのか。
で、エルスの必殺が刺さったという感じですかね。こっちは徐々に削れていっております。はい、が、よし、エルス落としました。これで勝ちでしょうね。はい、では残り仕留めていきましょう。エルス連発しております。ゼロカスも援護しております。はい、あとちょっと、残りは覚醒バンシーのみか。なかなか耐えておりますね。エース必殺ではないですけども、軽減がかなり効いております。はい、とどめいきましょう。よし、勝ちです。あー、でも完勝ではなかったですね。ビッグラングが落ちたなるほど。あー、完勝するならビッグラングよりも軌道上昇のグランドマスターとか、あの辺だったかな。うん、はい、まあいいや、ね、勝つことはできたので、はい、エルス33万でゼロカス18万といった感じですね。相手のエルスはほとんどダメージを出せておりませんでしたが、ビグラングをしっかり落としていきましたね。はい、まあ勝ちです。ではラウンド2、本日最後の戦いにしていきます。さあ、うまくここはね、EN 妨害を入れていきます。そしてね、尾翼はあとはマグナムの必殺で仕留めていくといった感じですね。覚醒バンシーが落ちないかちょっと心配。追撃は食らわないけども、よい、中ドン、どうだどうだ、ん、まだ落ちていない。決勝課題ね、さすが。どうだ、まだこっちも特攻ら出ておりません。あ、出てきた、よし。はい、で決勝落としましたか。でうまくね、ビン防御バフが今もかかっていることを望みます。で、ドッグオールがギチョンしてください。ん?こっち回復はいないんだよね。回復がいないところだけがなんですが、いけそうですね。はい。では、中ドン。よっしゃー、叩き切りました。ノーザンクランブレード。ね、はい。バルバトスも。あとちょっと。あ、覚醒橋落ちた。干渉ならず。干渉ならず、一人で守りきるのは無理だったが、まあいけましたね。さっきとね、同じようにビグラング、あっちはビグラング、こっちは覚醒バンシーが落ちてしまいました。はい、マグナム24万、尾翼は16万といった感じで、いやー、最終決戦仕様に仕留められましたね。まあよく頑張りましたよ。よく一人でね、耐えてくれましたよ、覚醒バンシー。はい、まあね、一体落ちてしまいましたが勝ちです。はい、というわけで本日もまた 2-0 全勝することができました。はい、というわけで本日最後の順位が739位。まあ、昨日と似た感じではありますね。昨日が772位で、今日が739位と、まあ、若干上がっております。で、さっきの順位から2266、2266アップしております。まあ、うん。2-0全勝続けているんですけども、500以内にはまだ入れませんね。皆さん、もうまだ2-0全勝が多いという感じですかね。まあ、明日以降どうなるかね、3日目。2日目もね、2戦目の相手さんはかなり難敵だったんですけども、PFD。いやー、そこは痺れましたね。PFD、素晴らしい。最高。というわけで、今回の動画は PFD をサムネにしたいと思います。ではね、あとドッコーラも良かったね。ドッコーラもかなり全試合活躍してくれましたよね。もし PFD がね、あんな活躍をしていなかったら、おそらくサムネイルはドッコーラになっていたことでしょう。ということで、はい、今回の動画はこれにて以上となります。いかがだったでしょうか?よければ、いいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオン。